ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。それでは今日の質問です。クラウドソーシングサービスが盛り上がっています。北米のクラウドソーシング市場規模は2012年度に2000億円であり、矢野経済研究所調べでは国内のクラウドソーシング市場規模は2014年度に390億円、2017年度に1474億円と試算されていますが、今後の国内の市場拡大についてどのように感じていますか？またクラウドソーシング業界に参入するとしたら、どんなサービスでどんな戦略を取りますかという質問です。はい、今日も、質問に答えていきたいと思いますが、はい、ということで本日のゲストはですね、株式会社ウルルの星智也さんです。お願いします。よろしくお願いします。ということで質問いきますね。はい、質問の答えに行きたいと思いますが、はい、私はこう答えました。ざっくりしてんな、ざっくり答えます。規模は拡大方向でしょう。クラウドソーシングで、何がやりたいのか、それくらいの規模を考えている、かによってどんなサービスで、どんな戦略を取るのか変わってくるでしょう。別に私はクラウドソーシングそのものを事業としてやりたいわけではないので、どんな選択肢も可能です。とりあえず小銭を稼ぐためにバイアウトしたいとかなら、ニッチな業界でドメスティックなクラウドソーシング事業をするだろうし、世界的な大企業にして上場するとかだったら、ゼネラルにグローバルに展開すると思います。我々クラウドソーシングというかどうかは置いといて、まあまあクラウドソーシングでしょう。はい、はい、で僕らの戦略としてはもうそこは主婦っていうふうにまずは言ってるんですね。うん、そうですよね。日本って専業主婦が根付いてるんですね、文化として。はい、ただこれやっぱ世界見渡すと、アメリカはもうベビーシッター大国ですので、専業主婦なんてあまり考えられないですし、数値的にはですね、日本が 38% なんですね、専業主婦率が。あ、主婦の中の、はい、でスウェーデンが 2% 低っ。みんな仕事してるわけだ。規模は絶対広がりますよね。そうですね。とにかくニーズはやっぱり今は働く側のニーズはありますので、あとはそれを企業がきちっと使えるように、どういうふうに使っていいのかがまだわからない企業さんが、特に大企業は情報漏洩の問題とか、なかなかライトに使えるという状況にはまだなってないので、そこをまあ僕たちの狙いとしては、我々自らがその CGS 事業で在宅ワーカー活用するとこんな事業できるんですよ。あ、なるほど。そのエンナビフォトとかね。そうですね、紙メイズとか NGIS とか、はい、で今までにない労働力ですから、在宅ワーカーというのは、今までにない価値を持ったサービス作れるんですよ、という形で、まあ、啓蒙というと生意気ですけども、はい、一つ事例をこう自社で作っていってですね、はい、それをまあ他社さんが、そういうやり方もあるんだと。なるほど。気づいていっていただければなと。シフティー、はい、ということで最後に告知をお願いします。はい、紙名刺無料でまずは使っていただけますので、お試しいただける、企業の方はお試しいただければなと。その紙名刺の入力を裏側でやっているのが、まあ、我々が運営しているシュフティというプラットフォームでございます。はい、抽選で50名様に、シュフティポイント2000円分をプレゼントしております。でもありますね、チェックしてみてください。はい、そして堀江さんもね、さっきちょっと話にも出ました日めくりカレンダーも発売中ですね。はい、来年はこんな感じ。来年はシュフティさんの遊覧車の方が書いてくれましたね。はい、そんな日めくりカレンダー堀江さんの絶賛発売中ですので、ぜひぜひ皆さん、はい、ご購入くださいませ。ありがとうございます。はい、ということで本日もありがとうございました。はい、いつからあなたの鏡は。メルマガの登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。